時間が経っても綺麗は崩れてほしくない。香りもね、生まれ変わったフレアフレグランスは朝一番の綺麗な香り、崩れない夕方でも香りは朝8時のまま。新フレアフレグランス。ナチュラルな印象でいたいけど綺麗も大事だから、私は新しい香りのフレアフレグランス、朝一番の綺麗な香り、崩れない夕方でも香りは朝8時のまま。新フレアフレグランス。そうですね、個人としての感想はすごく好きな香りです。今までも甘さがあったり女性っぽかったりっていう香りもすごい好きなんですけど、長く飽きずに一日中香っていたらすごくいいなと思う香りだなと思って、甘すぎない匂いなので、なんかすごくナチュラルに自分が穏やかな気持ちにこう引っ張ってくれるような匂いなので、なんかこう落ち着けるなって思います。さっき全部香った上で、はい、改めてホワイトブーケ、個人的にも買いたいなと思う香りです。もう一本買うなら、このフラワーハーモニーの香りも好きです。あ、なるほど、はい、すっごい悩むんですよ、全部いい匂いすぎて、やでん、はい、こちらですこのジェントルブーケの匂いは、みんな好きそう。匂いが強すぎないけど、しっかり匂いが残る匂いだなと思って、お花が全部本物なので、私もお花大好きなので、ずっと香ってて、でやっぱ茎の太さがそれぞれ違うので、なんでですかって、これは洋酒なんですよって言って、日本の種類じゃなくて、でこのグラデーションはこっちなんですかっていろいろこう教えていただいて、その時間も楽しかったです。700本はすごいですよ、女性はお花見るとテンション上がるじゃないですか、お花しか出せない匂いって心が安らかになるっていうか、あ、なんか今日お仕事してるけど癒しの空間に来てるなっていう気持ちのまま撮影してました唯一この2ヶ月間ずっと続いてることがあって、久しぶりにスムージー作ってみました。いろんなフルーツ入れたり葉野菜入れてみたり、で今すごくハマってるのがチアシードとブルーベリーとココアパウダー、カカオパウダーと、あとそれにプラスセロリを入れるんですけど、あとケールと、すごく美味しさを追求して、割合を含めて作ってます、18歳の時から今現在も毎日その現場に入る日は同じ朝ごはん食べてて、おかかのおにぎりとゆで卵は絶対です。なんでかわからないんですけど、突然そうなって、それまでずっと鮭派だったんですよ、おにぎりは。だったんですけど、朝ドラの時から急におかかがいいってなって、おかかになってから、その2つを食べると今日も仕事だなって思います、朝。お花の香りもそうですけど、ずっと毎日料理してたので、やっぱり自分はクミンシードが好きなんだなって思いました。スパイスのクミンとガラムマサラの香りはもう大好きで、もう無駄に、なんて言うんでしょう、アジア料理っていうんですか、エスニックというか、すごい作ってましたね。すごい匂いが大好きで、家の中の香りにはすごいこだわってて、お風呂はそれこそキャンドル持ってくし、そのキャンドルとぶつからないようなバスオイルも入れるし、寝室はディフューザーじゃなくて、ルームミスト、ミストなんですね、が良くて、寝る前に落ち着く匂いをかけて寝るんですけど、いろいろ匂い分けてるので、あんまり甘すぎない匂いが好きですね。ただお風呂は割と甘い匂いにしてるんですけど、寝るときはさっぱりした気持ちで寝たいので、とか言って、なんか自分でこれはあの部屋かなとかやりながら、調達してます。ちょっと運動するときに一気に汗かくんですけど、その時もいい香りがしてるのは本当にありがたいって思います。ブランケットとかファブリックのところがいい香りしてると
なんていうんですか、もうワンセット頑張れる。結構こう同じお洋服を着て作品に入るとずっと同じ衣装を着て過ごすこともあるし、その中でこう自分の私服に戻る瞬間があって、戻った時にあこの匂い落ち着くってなるのが嬉しいので、なんかすごい匂いが続いてるのはなんか自分の中で穏やかになれる瞬間だなと思いますね。すごく丁寧に細かく撮影頑張らせていただきました。あの現場もとてもいい香りが漂っていて、この香りが朝起きてから帰ってくるまで続いてたら、あなんて気持ちが高まるんだろうって、元気になれるんだろうってすごく撮影しながら思いました。香りが多分その一日のテンションを助けてくれると思うので、好きな香りを選んでぜひ買っていただけたら嬉しいなと思います。皆さんはじめまして、長野芽衣です。フレアフレグランスの新 CM に出演させていただきました。700本のお花がありまして、すごく癒されながら撮影しましたので、それもきっと出ていると思いますので、皆さんも癒されながら、そしていい匂いを感じながら CM 見ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。